ウィリアム・ジョージ・ファスティーは、アメリカの工学物理学者、文工学者、ジョンズ・ホプキンズ大学の1950年代、後半の宇宙計画に参加した。ファスティーは、ウィリアム・フェルディナンドとキャロライン・ファスティーの4人の子供の一人で、ある。1934年から1941年まで、ジョンズ・ホプキンズ大学に在籍した。はじめは、夜間部で、後に、大学院生として、 物理学を学んだ。オーガスト、ハーマンプンと、ロバート・ウィリアム・ウッド、ゲアハルト、ハイン・リヒ・ディケに指導を受けた。ハップルの ACS、HRC が2003年に反対に来た時に火星を撮影しているところを地球から最も鮮明な可視光色で撮影したもの。1ピクセルが約8キロメートルであり、様々な火星のクレーターと模様が明らかになった。 ACS のファスティーフィンガーは左から来る光を防いでいる1990年に行われたスペースシャトルのミッション STS-35 で宇宙空間のアストロイチに乗るホップキンズ紫外線望遠鏡第二次世界大戦中赤外検出機の開発に関わる物理学科で仕事をしていた。大戦が終わる頃にはリーズノースラップに 研究物理学者として参加していたが、1951年に物理学教授のジョンディ・ストロングに誘われ、ジョンズ・ホプキンズ大学に戻った。最初の論文は文光機の新たな設計についてであり、現在でもその文光機には彼の名前がついている。スプートニク1号の発射に際して宇宙からの文光の可能性を感じ、ホプキンズ大学でこの考えを進展させる計画を、 始めた。始めは地球の高層大気の分光分析に専念していたが、精密に標準を合わせた望遠鏡を用いて本格的な天体計画へとすぐに計画を広げた。1967年のマリナー5号の金星でのフライバイ、1969年のマリナー6号と7号の火星でのフライバイに貢献した。また、1972年に アポロ17号で行われた紫外線分光実験は1952年にファスティが設計したものが使用された。現在、エバートファスティ分光器として知られているものは、ハーマン・エバートが1900年代初めに作成した設計に似ている。1960年代には、関心が天文学に移り、いくつもの精密指向性望遠鏡を設計した。 その設計は現在でも観測ロケットに用いられている。1977年に NASA はファスティをハップル宇宙望遠鏡科学ワーキンググループの一員に指名した。1979年に天文学の研究のための大学協会はジョンズ・ホップキンズ大学を宇宙望遠鏡科学研究所の本拠地とすることを提案した。ファスティはこの提案に対し 詳細な構成を提供した。チェサピーク湾における生物発光も彼の興味に入り、文工機の新たな設計の開発に組み込まれた。1982年にジョンズ・ホップキンズ大学を退官したが、その後15年にわたり同大学で働き続けた。1990年12月と1995年3月にスペースシャトルで使われた ホップキンズ市街線望遠鏡の設計に貢献した。彼にちなみ、望まない明るい天体の光源をマスキングするために使用される ACS の装置はファスティーフィンガーと呼ばれている。ファスティーと妻フランシスは二人の息子と一人の娘を持った。肺炎のため2000年7月14日にボルチモアで死去した。ありがとうございます。